新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県は森田知事の県民へのメッセージ動画をホームページで公開しています。先週金曜日に公開された動画の一部をご覧ください。千葉県知事の森田健作です。県民の皆様、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をいただき誠にありがとうございます。千葉県内では依然として患者の発生が続いており、大人数で飲酒を伴う会食を通じたクラスターの発生も確認され、危機感を募らせているところでございます。そこで感染拡大を抑えるため、県内飲食店に対し19時以降の夜間においてはアルコールの提供を自粛していただくよう要請することを判断いたしました。期間は明日18日から5月6日までとします。感染症の拡大を防止し、一日も早い収束を迎えるため、飲食店の皆様には本当に申し訳ございません。ご苦労をかけます。大人数での会食、それも飲酒を伴う会食はクラスター発生を招く危険な行為でございます。厳に慎んでいただくようお願いいたします。県民の皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。はい、こちらが動画の一部なんですけれども、また森田知事は社会福祉施設でクラスター感染が発生していることから、施設関係者は一般の人以上に感染防止に取り組むよう呼びかけています。メッセージ動画は県のホームページからご覧いただけます。さらに県では外出自粛を呼びかけるため、街頭での啓発活動も行っています。県は先週木曜日から新型コロナウイルス感染拡大防止のため、青色防犯パトロールカーのスピーカーで外出自粛を呼びかける啓発活動を開始しました。千葉県からのお知らせです。皆さん、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため外出を控えてください。県民皆さん一人一人の自覚と責任ある行動が千葉県を救います。ご理解ご協力をお願いいたします。またこの他に日本語以外にも外国人向けに英語と中国語でもメッセージを発信しています。こうやって街角で実際に音声が流れると、もし遊びに出ている人がいたらこれはもう帰らなきゃっていう気持ちになりますよね。まあ本当にね、こういう時だからこそ本当耳が痛くなるぐらいそうやって言われるっていうのも一つ対策の、まあ一つのきっかけになるのかななんて思いますよね。はい、ぜひね皆さん、この啓発の声にも耳を傾けてください。はい、